博多駅再開発に伴う博多郵便局の移転状況 JRJP 博多ビルは福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号にあるオフィスビル JRJP 博多駅ビルと呼ばれることもある日本郵便と JR 九州の共同事業新博多ビル計画により旧博多ビル跡地などに建設した高層ビルである後に ビルの名称は JRJP 博多ビルに変更された。日本郵政が単独で手掛けた切手博多に隣接する。再開発期間中仮店舗で営業していた博多郵便局等が入居し、2016年4月25日から順次開店した。なお、隣接敷地との関係から突時型のビルになっており、敷地当面の道路にも出入り可能。 本ビルの駐輪場は2016年現在、契約者専用であり、一般用一時駐輪場は扱ってない。2016年度のテナントの売り上げは、予想を32%上回る24億円。空中回路を設けて、北隣の切手博多と直接連絡する。同デッキは、JR 博多シティ、博多バスターミナルや、その先の元広通りに面する博多。 新密井ビル付近の歩道及びハーツバスステーション、博多まで直接連絡する。特になし、切って博多の地下1階と接続する。博多駅前広場地下1階の網内地下や福岡市地下鉄博多駅コンコースその他に接続。ありがとうございます。